はいどうも、福袋大好き沼田たけしです。はい、今回はね、本屋さんで買った、見えますかね、550円の福袋を開封したいと思います。ザザン、なんだろうこれ。あ、これはあれですね、クリアファイルですね。あ、いいじゃないですか。こんなのね、何枚あってもいいですよね。赤星っていうところの文具メーカーなんですかね。はい、1枚入ってました。続いて、あ、色違いで入ってましたね。はい、これもあのファイルでね、こういう風に、色違いで赤星のファイルが入ってました。ズザーン、おーおーおー、なるほど、クリアブックですね。20ポケットあるクリアブック A4 ですね。イラストレーターはね、こういうのに作品を入れて、まあ出版社とかデザイン事務所とか、そういうところに置いてもらうんですよね。これボーダーで目立っていいじゃないですかね。いいな、面白い、面白いな。へえ。続いて、ザザン、おお、おしゃれ。へえ、あ、ノート、ノート、こういうの一番嬉しいな。へえ、もう360円しますね。こういうタイプね、あんまりごっつい手帳、ちょっとね、僕あんま持ちたくないですね。このぐらい自由に書けて、なんていう、気軽に書けるノートってすごい役に立つんですよね。これいいですね。続いて、ささん、なんだこれ、なんだこりゃ。ボトルカバー。はぁ、靴下みたいなね、ボトルカバーですよ。へえ、これだけはいらないですね。これはいらないな。いらないけど、ああ、でもあれか、こう結露とかで、なんかね、水濡れちゃったりするから、意外と役に立つのかもしれない。ね。はい。ボーダー、ボーダー、ボーダーと来て水玉ですね。水玉が揃いました。そして、あ、これ最後です。ザザーン。おお、へえ。おー、赤星株式会社。ペンスタンドです。あ、すごい。このタイプ欲しかったんですよね。へぇ。フィンダッシュ。フィンダッシュってメーカーなんですね、これ。フィンダッシュ。はい。フィンランド。フィンランドを押してる感じですね。スマートに仕事ができるペンケース。おー、なるほど、なるほど。へぇ。これはいい。ですね。え、これ550円ならいいな。もう一個買っちゃおうかな。でもいらないか。でもこの辺は何個あってもいいですもんね。550円でこれならありですね。はい、ということで、フィンダッシュという文具メーカーなのかな。はい、こちらの550円の福袋、全然ありですね。550円だと全然リスクも少ないし、全部ほぼね、使えるものばっかりで、あの無難なデザインだし、良かったですね。思わぬ福袋でしたね。以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。